さあ、ということで本日はですね、鬼滅の刃刀舵の里編の続編であります、え柱稽古編そして無限上編の解禁についてえお話ししていきたいなと思っております。えそれではもう早速やっていきましょう はいということでまず2023年の6月の18日ですがあこちらが何の日付かと言いますとですねえそうなんですよ刀鍛冶の里編の最終11話の放送日なんですよということで、まあ、放送後にですね確実に続編のお知らせがね、まあ、あるんじゃないかなと思っているんですけども、まあ、ちなみに去年もですね遊格編の11話の放送後にですねえこんな感じで刀鍛冶の里編の予告 PV が 公開されているんですよねえ。なので今年も公開されると思いますということで、柱稽古編なのか無限上編なのか分かりませんがあ、続編についてのお知らせはですね、この2023年の6月の18日の日曜日にえあるんじゃないかなと思っております。まあ、そんなですね、柱稽古編そして無限上編なんですがえ、今後どのようにアニメ化していくのか、まあ、本日はパターンを考えてきたのでえ見て。 いいきままましょうということとこででで、ま、ずはすすね柱稽古編でございますさあ、柱稽古編はですね、原作9話とかなり短いね、えショーとなっておりましてえ、ワンクールどころかアニメ3話分ぐらいでえ終わってしまう編なんですよね。えなので、まず考えられるのがあ、特別放送となっておりますね。 さあ、無限上編の放送前とかに特別放送で柱稽古編がですね、全3話分ぐらいなんで1時間半ぐらいかで放送されるというパターンがですね、まあ考えられるんですけども、まあ皆さんはどう思いますでしょうか。まあ特別放送はかなりありそうですよね。さあ、そして続いて考えられるのが、刀舵の里編が全9話か10話で終わって、えー、そのまま柱稽古編に入るというね、まあ可能性でございますね。 さ前回それについてはお話ししたんですがあそのまま柱稽古編まで行くというパターンもですねまあ全然あるんだよね。 はい。ということで、まあ、こんなパターンもありそうです。さあ、そして続いて考えられるのが、あ、こちらです。ということで、映画化ですね。はい。これについてはですね、可能性はかなり低いんじゃないかなと思っているんですけども、まあ、特別上映という形でね、まあ、映画化するね、まあ、可能性もあるのかなと思ってますね。まあ、内容的にそんな映画映えする内容ではないので、まあ、あんまりなさそうなんですけどもね。 はい。まあ、映画化する可能性も、ま、ゼロではないかなと思ってますね。さあ、そして続いて最後はこちらということで、え、無限上編と一緒に放送するですね。はい。なんだかんだ一番ありそうなんですよね。これがね。はい。ということで、ま、そんな感じで柱稽古編をやって、え、無限上編もやるみたいなね。え、セットで放送するみたいな。 あ、パターンっていうのもあるのかなというか、まあこれが一番高いのかなと、まあ思ってますね。はい。まあ、そんな感じの4パターンなんですがあ、皆さんはですね、どのパターンで放送されると思いますかあ僕はですね、特別放送とかも全然あるかなと思っておりまして、まあでも無限上編と一緒に放送するっていうのが、 まあ一番可能性としては丸いですかね。はい、ということで続いては無限上編についてお話ししていきます。さあ無限上編はですね、えまず原作68話分あるということで、まあ、なかなか長いのでえ予想が難しいんですが、あ少なくとも2クール、 まあ、なんなら3クールかけても良いぐらいのボリュームがありますよということで、えー、まあ、そんな無限上編のパターン考えていきましょう。さあ、まずはですね、こちらということで、えー、先行上映からの無限上編ワンクール放送となっております。まあ、前編ということで、まあ、後編に関しましてはまたおいおいという形でね、 まあ、やるみたいなパターンなんですが、あ、まず先行上映ね、アニメ3話分ぐらい映画館でやりまして、その後、まあ、無限上編を普通に放送するというね、まあ、刀舵のね、まあ、里編と同じパターンなんですが、まあ、これはなんだかんだ一番ありそうなパターンですよね。はい。まあ、刀舵の時にも先行上映あったし、まあ、無限上編の時も先行上映はありそうかな、と、まあ、思ってますね。 はい。ま、あそんなパターンでございます。ま、あこれはちょっと嬉しいですよね。あったらね。はい。さあ、そして続いて考えられるのが、あ、こちらということで、無限上編分割2から3クール放送ですね。まあ、分割で無限上編のすべてを放送するというパターンなんですが、まあ、これは全然ありそうだなぁと思ってますね。 まあでもやっぱり一気に物語が進んでほしいから分割じゃない方が嬉しいんですけど、まあそれだと制作がいつまでかかってしまうんだって感じでね、まあ現実的なことを考えると、まあやっぱり分割っていうのが、まあ一番丸いですね。はい。で、分割2から3クール放送って、まあ他のアニメでも全然ありまして、まあ現在だとドクターストーンとか、まあ機動戦士ガンダム彗星の魔女とかは、 あ分割2からサンクル放送なんで、まあこれが一番すごく現実的で、まあ、叶えられる、まあ、無限上編なのかなと思ってますね。はい。 さあ、そして続いて考えられるのがこちらということで、無限上編すべて映画化ですね。まあ、これはちょっと一番現実的な話じゃないんですけど、まあ、あってもおかしくはないかなと思ってますね。まあ、さすがにこの長さを映画化するとなると、まあ、何年かかるんだって話なんですけどね。はい。まあ、でも映画館で見たいという気持ちは、まあ、皆さんあると思うので、まあ、無限上編はね、 はい、そんなパターンとなっております。うーん、映画化するとなると、まあ、全部で3本分ぐらい、前編、中編、後編ぐらいになるのかなぁ。 さすがにね、無限上編すべて映画化っていうのはむずそうですね。はい、ということで、まあ、最後に考えられるパターンとしましてはこちらということで、えー、無限上編連続2から3クール放送ですね。まあ、これは来たらマジでエグいですよということで、まあ、マジで半年以上放送し続けるということにね、まあ、なるので、まあ、当に神みたいなね、まあ、クールになるんですけど、ま、さすがにこれは過労死してしまうかな。 うんまあ、俺もそうだし、制作者側がね、ちょっとさすがに過労死しちゃうかなっていう感じで、まあ、それぐらい最高のパターンなんですが、まあ、連続でやるとなると制作にもかなり時間がかかってしまいますし、無限上編ということもありますので、まあ、もうすでに今作ってなきゃ間に合わないレベルですね。 はい。でもまあ、無限上辺に関しましては、制作自体はもう始まってそうな、あ雰囲気は出てますよね。まあ、刀鍛冶の1話を見てると、まあそんな感じはしてるんですけどね。はい。まあで、アニメ1期に関しましては、全26話を、まあ確か連続で2クール放送し続けていたので、まあ無理ではないっすね。はい。ということで、まあそんな感じのパターンですね。 はい。ということで、まあ、そんな感じで全4パターンで無限上編は放送されそうなんですが、まあ、正直どれでもいいけど、やっぱりいつから放送するのかっていうところが重要ですよね。はい。まあ、それに関しましては6月の18日とかに、まあ、解禁されてくる情報によるのかなーって感じで、まあ、どんな感じでアニメ化展開していくのか、まあ、今後が楽しみなんですよね。はい。 はい、ということで、まあ、今回はですね、そんな感じで、刀火事の里編の続編に関しまして、まあ、柱稽古編、そして無限上編についてお話ししていきましたが、あ、皆さんはいかがだったでしょうかどのパターンで放送してほしいですかいつから放送してほしいですかはい、ということで、高評価とチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょううっばい